どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は構えた時のこのクラブフェースの向き、このクラブのこの状態ですね。どういう状態で構えていけばよいのか、これについて解説していきたいと思います。この構える時に、この裏の部分、ソールと言いますが、それをペタッとくっつけるのか、それとも、このヒール側、トー側ありますが、これを浮かしたりするのか、こういう質問がちょこちょこあるんですね。この構えた時の形、正解ちゃんとありますので、ぜひ覚えていただいて、迷ってる状態が一番ミスが起きやすいので、クリアにして、そして練習に励んでいただきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝しています。ありがとうございます。そして動画見てくれてる皆さん、構えたこの形、クラブヘッドどういう状態になってますでしょうか。では、早速いきたいと思います。このクラブをボールの後ろにセットしていきますが、このセットした時に、このクラブの裏の部分ですね、これを全部地面にペタッとくっつけた状態にするのは間違いです。このクラブをピタッとソールにつけるんではなく、ソールのこの裏の部分ですね。この頭側といって先っぽの方ですね。と、つま先の方です。こっち側は少し浮いてる状態で構えるのが適正の状態です。まあですから、ちょっと極端にやればこういう感じでですね。浮いてる状態。まあ、これちょっとやりすぎですけど、ちょっと浮いてますよね。この状態で構えていくのが正しい形だよ。全部裏をピタッとくっつけようとすると、手の位置がですね、上に上がりすぎてしまいますので、この状態からスタートすると、バックスイングがスムーズに上がっていかなくなります。ですから、しっかりと、この頭側をですね、浮かす。ですから、このヒール側、ネックの方をですね、しっかり地面にトンと置いた状態で構えていく。そうすると、ここにしっかり角度ができますので、この状態からスタートして、スイングに入っていきますよ、ということになります。じゃあ、この、裏がピタッとくっついている状態ではなくて、頭が浮いている状態。で、これで打つと、まあ、例えば、こんな風に左に飛んでしまうんじゃないか、ね、こういう懸念が出てきたりするんですが、これに関してはですね、まず、一つ目、まあ、二つポイントがあります。一つ目は、少しこういう短い番手ほどですね、ちょっと捕まったショットの方が距離が安定して出ますので、少し捕まり気味の左にフックが出るようなショットで、そもそもいいよということです。多くのトップの選手なんかを見るとですね、短い番手なんかはほとんどフック打ってますね。まあドローというかフックというか左に曲がる捕まったショットを打っていますので、それが一番理にかなっているということにもなります。で、二つ目としましては、じゃあ、この頭が浮いてる状態で構えたら、その状態でボール捉えちゃうと左行っちゃうじゃないのということなんですが、実はこのクラブのシャフト、これしなってます。で、しなりは通常、こう下ろしてきたらこっち側にこうしなる。これをおよそ皆さんイメージしたりすると思うんですが、クラブというのはですね、こっち側にもしなるんですね。まあ、このシャフトちょっと硬いのでなかなかしなら、手だけではしならないんですけど、こういうふうにですね、クラブヘッドの先が下に落ちるようにしなるんですね。で、これをトーダウンと言いますね。トーがダウン、下に下がる。ですから構えているときは少し浮いている状態なんですが、振ったときに遠心力で少しこっち側にしなってボールを捉えることになります。そうすると、このクラブというのは、当たる瞬間は、実はソールのこの裏の部分がピタッと地面についた状態で捉えていくことになります。ですから、構えた時はちょっと浮いてて、で当たる瞬間は、まあ、目視は当然、当たる瞬間見えないわけですけど、当たった瞬間というのは、まっすぐの状態で実は捉えていくことになっていますので、それでボールをまっすぐ打つことが基本的にはできます。こんな風に構えた時の状態、が当たる時の瞬間と全く一緒かというとそうではないんですね。構えた時というのは勢いがない状態、ボールを捉えるというのは勢いがある状態ですから、それは全く一緒ということはありませんので、勢いがついている時にどういう力が加わっているのか、それによって何が起きているのか、これを知っていただくと、構えた時の状態、そしてインパクトの瞬間の状態がどういう状態になるのが適正、正しい形かというのはわかると思います。こんな風に構えた状態というのは、しっかりとね、グラブをポンと置いて、そして、頭側が浮いている状態、ね。この状態を作り出して、スイングに入ってみてください。そうすれば、まっすぐボールは飛んでいきますので、この構えた時からもう迷っていたらですね、もういいショットは当然できませんので、しっかりと、よし、これで問題ないと思ってやってみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。